ホープ県のラーメンホープ県は、東京都渋谷区千長谷2丁目33番9号に、店舗を構えるラーメン店、ラーメンの店ホープ県、および、それを運営する企業。東京都港区南麻布に支店を持つ、豚骨ベース醤油の背脂茶ゃ系ラーメンの元祖の一つとされる。社長は、牛久保秀明。似た名前のラーメンチェーン店、野形ホープとは、全くの別会社。 牛久保秀明は、1945年3月10日の東京大空襲後に岐阜県に引っ越し、中学卒業後、パン職人などを目指したが、最終的に東京でラーメン屋台をやることを選ぶ。赤羽でラーメン屋台を始めるが、屋台募集の広告を見て、現在の吉祥寺法物件本舗、南波文雄から屋台を借り、ラーメン屋台を始める。高田馬場を振り出しに、 銀座、新橋を経て、内幸町の日本放送協会前に屋台を構える。昼夜屋台を開け、約500杯の売り上げを記録したこともあるという。量を裁くためにプロパンガスを導入、麺や調理器具をトラックで運んだ。1962年頃には背脂を入れる、現在のスープの形を完成させる。百七十五年現在地の仙長谷に店を、 構える。メインの客であるタクシー運転手が素早く食べられるように、一階は立食式にした。牛久保が屋台を辞め、店舗を構えた際に、後に繁盛した渋谷区恵比寿の勝木やラーメン、弁慶の店主となる人物らが手伝っていた屋台から独立した。また都作子もここから独立したとされる。1980年頃には、 漫画家の横山大蔵が宝塚剣のシンボルマークを描いた。ありがとうございます。